は過去の1話が届いたので、1話の紹介と、ジャニーズアイランドストアで写真を少し注文したので、そちらの購入品の方の紹介をしていきたいと思います。それでは早速スタートです。まずはアイランドストアの写真の方から紹介していきます。こんな感じで、本当に少ないんですけども、購入をしました。これは、アイランドオフィスかな?のお人だったと思います。ここからは、なにわ男子です。今回は、大をしか買っていません。かなり厳選したんですけども、ほとんど、同じね、服のやつを買っちゃって、違う服のやつを買えばよかったなって思っています。一番のお気に入りはやっぱり、こちらの集合ですね。これが、外お気に入りです。これがクリスマスです。かわいいです。アイランドスターでの購入品は以上になります。続いてがカウントダウンコンサートのチアを紹介していきたいと思います。今日、友達の分とね、一緒に買ったので、少し自分の分じゃないのもあるんですけども、それも一緒に紹介をしていきたいと思います。まずはこちらですね、キング&プリンスのチアは4枚です。これはティアラの友達の分2枚と自分の分2枚っていう風に買って、合計4枚ということになっております。本当に今回もね、リジが良くて本当に可愛くて本当に最高ですね。もうジンクの顔が本当に反射しちゃう、もうすごい単発です。衣装もキラキラで、去年はゴールドの、ね、やつだったと思うんですけど、今回は白の衣装ですごく本当に可愛い、かっこいいですね。さすがザ王子様キング&プリンスって感じがします。両面も本当にシンプルなもので、黒字にキング&プリンスって書いてあって、ここにジャニーズカウントダウンと2021っていうのが書いてあります。すごくシンプルな一覧になっています。キング&プリンスはこんな感じです。続いて同じティアラの子なんですけども、ジャニーズ WEST も好きということでこちら購入しています。私自身もジャニーズ WEST さんを応援させていただいてて、特に重岡大輝くんを応援させていただいているんですけども、今回はグッズは買っていません。髪ちゃんがね、このなんて言うんだろう、この髪がすごい好きですね。あとはみんな安定って感じのハマちゃんを、ハマちゃんらしい顔が見れます。これも同じく裏にジャニーズベストって書いてあって、ジャニーズカウントダウン2020-2021って書いてあります。あとまた別のお友達の分なんですけども、平成ジャンプさんのツアーも購入しています。これもこんな感じのツアーになっています。これも同じく黒字に平成ジャンプという文字とジャニーズカウントダウン2020-2021の文字があります。今回私が購入した、カウントダウンコンサートの一覧はこちらになります。といっても私が購入をしたのはこちらのキング&プリンスの2点だけなんですけども、いや本当に買ってよかったなって思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。